大相撲名古屋場所3日目、2018年7月10日ドルフィンズアリーナ、過去1勝の19歳、初の口、服部桜、四季秀部屋、が総宮城、双子山部屋、の腰砕けで勝ち、連敗を89で止めた。16年夏場所以来、2年ぶりとなる2勝目、111敗19、を挙げ、嬉しかった。自分の立ち合いをしようと思った、と微笑んだ。日本相撲協会広報部によると、幕下以下の連敗記録は残っていないが、極めて異例の連続黒星だった。いろいろあったけど、やめようとは思わなかった。次は勝ち越しを目指す、と意気込んだ。